今日はね、京都のねカメラのなにわさんに来てます。でね、レンズを1本買ったんですけど、玉砕覚悟でレンズを買ってみました。それでは動画に、アップしていきます。はい、中年オタッキーです。さっき動画の頭で、京都の街中でね、カメラのなにわさんっていうの京都店さんに、今日、仕事がねすごい余裕があったんで、行ってきました。行ってきたんですけど、行ったら行ったでかなり疲れて今非常に眠たいです。眠たいけどもう今日動画作んないと明日作れるかどうかちょっと分かんないんで動画を作ってまいります。でカメラのなにわさんで、ね、何をしてきたかって言ったらねこれを買ったんですね。わかるかなこれ F 随行、オリンパスのね OM システム、F 随行オート S、50mm の F1.8、結構評判 のいいレンズなんですけど激しくカビてるんですね。ジャンクコーナーから引き上げてきました。1000円でした。でこのレンズ比較的分解が難しいレンズになるということなんで玉砕するかもしれませんがとりあえず分解してみようかなと思ってます。で、昨日ねあの昨日のライブこの動画を作ってる前の日にちょっとライブね、やったんですけども、あのご来場された方ありがとうございました。でそのライブのね動画でもちょっと、紹介したんですけどね、写真をね以前も紹介させてもらったミッシェルさん、視聴者様のミッシェル様からレンズをね2本いただきました。でそのレンズがこいつらなんですけど、まず1本目こっちから紹介しようかな。もうすでにねカメラについて写真撮ってますけど、これですね、スーパータクマの 50mmF1.4、これね非常にいいですね。明るいですし、描写が素晴らしいです。ピントの山もすごいつかみやすいですけど、まあのねこれファインダーで見ても分かるんですけどね、解像はそこまで強くないです。ただねもうボケがね素晴らしく綺麗なんですよね。ペンタックスのレンズねそのボケが自然、以前 55mmF1.8 っていうのも使いましたけど、このね 50mmF1.4 も非常にボケがいいです。で若干明るいですんでね、低感度のフィルムでもいいですね。でそれともう一本、もう一本はねこれです。まあ、ライブでも紹介したんですけどね、XR リケノン、50mmF2、これ富岡光学がね製造、したレンズのようで、以前ミッシェルさん投稿された写真もそうなんですけど、これねもう解像が抜群です。解像が抜群でいてね背景もそんなにざわざわしないですね。これで見る感じはね、いい感じです。で、これ F2 なんですけど、まあ言うたらね、廉価グレードのレンズという位置づけですよね、50mmF2 っていうのは。でも、すでにね、みんな、レンズマ、オールドレンズマニアとかがもう食らいついているレンズになりますね。で、和製ズミクロンって言われてるら、ちょっと調べたら、和製ズミクロンって言われてる、ね、舶来レンズのズミクロンですけど、それと同じような写りをするっていうんで、これね、すでにね、もうフィルム履いて、試写してますけど、非常に楽しみです。本当ね、ミッシェルさん、この場ね、お返しで、お礼を言いたいと思います。ありがとうございました。本当ね、結構レンズってするのお金がかかりますし、ジャンクレンズを使うにしてもその足を運んだりとかいろいろあってね手間もかかりますしね、本当にねこういうね特に今ね 50mm、標準レンズ単焦点の、特集をねやろうとしているところなんでね、もうタイミングもドンピシャでね、すごくね助かってます。それではちょっと前置き長くなりましたが、今日の動画今日の動画はね、一眼レフじゃなくてレンジファインダー、レンジファインダーのねコニカ L の紹介です。かなり古いカメラになりますけど紹介してまいります。それでは動画本編スタートしていきます。
はい、今回紹介するこのコニカ L ですけども、以前ねカメラをねたくさん、いただいた和高様から、いただいたうちの1台になります。和高さんありがとうございます。非常にいい写真が撮れました。でこのコニカ L なんですけども、発売がね昭和36年、僕が生まれる7年前ですね。かなり古いカメラになりまして、レンズもねあのコニカといえばヘキサノンですけど、これヘキサノンじゃないです。コニシロクヘキサ、40mmF2.8 コニシロクヘキサーっていうのがついてます。で調べるとねこれヘキサーっていうのはあの2眼レフぐらいの時からもねこのヘキサーっていうのが、ネーミングがあるんですけど、もうとにかく写りがいいということでね評判のレンズになります。でこのカメラの、まあ初見ですけども、シャッタースピードがちょっとよくわかんないです。プログラム E 式手動プログラムです。でファインダーを覗きましたらね、上に針があるんですけど、で針があってね出っ張りっていうんですか、あの真ん中にでポコってなってる、そこにね針が合うようにこいつを調整します。それでシャッターを切る、もうただそれだけです。あとはピントはね、ピントはこの前玉が回転して目測式です。ここにね、距離計があって、だいたい目とあのピント合わせるする被写体までの距離を考えて、目測ピント合わせになります。でね、シャッター速度も何もわかんないんですけど、まあセデン式で、逆ガリレオ式のファインダー、ということで、何分の1ぐらいで切れるんだろうな。ISO 感度もね一応、決めれるんですけど、あれ ISO 感度、いくつまでだったかな、400までいけるのかな、これよっと見てなかったぞと。どこだあったよっ、あ200までだな、200までかよっ、200までですね、200までしか、使えないみたいです。でねセレンをの、露出系を頼りにした、プログラム E 式でね、これね EV 値も何も書いてないんで、あのセレンが死んでるカメラは非常に苦しいです。セレンが生きてる個体を選ぶことが大事ですね。でこのカメラの最大の特徴はね、この、 あの可愛らしいボディの色とこの裏蓋ですね。これ他にこんなカメラあるかな、知らないな。このカメラぐらいじゃないのかな。ほんでこれ結構簡素な作りでモルトも入ってないんですけど、全く光線漏れはありませんでした。みんなこれにすりゃいいんじゃねえのまあまあそういうわけにはいかないんだろうけどね。非常に秀逸でした。でパッと見はね、あの本当に普通です。あのシャッターボタンがね、このここにある、ちょっとペトリっぽい、ペトリの一眼っぽい、あのここにシャッターボタンがある。これがと 色と蓋が特徴のカメラです。とりあえず、どんな写りをするのか、作例をねちょっとザザザッと見ていただきましょうか。今回の作例はね、もう期限がそろそろ切れていくんでね、あの富士フィルムの、ね、ネオパンアクロスを使ってます。新しいネオパンアクロスが出たら、比較の写真を撮ろうかなと思ったりもしたんですけど、出ないんで、とりあえず使っていってしまってますね。それでは作例の方をご覧ください。縦構図もあるんでね、縦構図また、横に寝かしてあるんで、こんなんしたり、いろいろ工夫してみてください。それでは、作例です。
はい、昨例ね、見ていただきましたかね。まあね、こんな感じのね、写真、もう撮れてるんですけどね。まあ、これなんか特にそうですけど、改造すごいですね。これね、本当にね、ヘみたいなレンズがついてると思うんですよね。レンズの全長このぐらいですよ、多分。ただ、一眼レフと違って、やっぱね、フランジバックが短いんでね、まあ、以前も言いましたけど、ここに見えてますけどね、まあ、フランジバック、バックフォーカスか、短いのは画質に貢献するということでね、これかなりいい写りになってます。ただこのカメラね、ちょっとセレンが弱ってました。若干弱ってて、途中でそれに気がついて、自分なりにね、こんなもんだろうって修正しながら撮った感じになります。いや、このカメラのね、最大の、弱点はやっぱりセレンですね。セレンが生きている個体を選ぶ、もしくはセレンが使える状態に修理する、この2つですね。まあ EV 値が書いてあったらね、問題ないんですけども、自分なりにこう考えて EV 値を書くか、それもかっこ悪いしな。まあとりあえず我慢してここは使っていこうと。レンズはもう凄まじくいいです。本当にいい写りします。おすすめです。ちゃんと動くやつがあったらおすすめですけど、結構ね、高値、人気があって高値になるみたいな感じもしますね。まあ、今日のね、カメラの紹介は、こんな感じになります。どうだったんですけど、写真的にはものすごいと思います。これね、頑張って撮ってたらね、必ずいい写真撮れると思いますね。このレンズすごいと思いますよ。はい、それでは写真の紹介に行ってまいりましょうか。誰からだったかな。誰からだったかな。宇宙猫さんか。宇宙猫さんの、写真から紹介してまいります。はい、宇宙猫さんの写真なんですけどね、かなりね、僕の好きな調子の写真が、この写真なんですけどね、これ、まあ、単なる雑草ですけどね、いい光当たってますね、この写真。背景のボケ方も結構いけてると思いますし、改造もしっかりしてますね。使用した機材がね、ニコン D100、私も持ってるね、ここにあるよいしょ。はい、こいつになりますね。ニコン D100、でレンズがね、ニコール AF ニコール 35135 F3.5 から 4.5、フィルム時代のレンズですね。まあ、D100 はね、出た時期的にね、そのフィルム時代、フィルム時代のレンズしかなかった頃に、出たカメラで、これもね、僕が今持ってるやつも AF ニコルの 2450 F3.3 から 4.5 っていうのがついてますね。はい、D100 ね、かなり侮れない、カメラだと思いますね。はい、次が池さんの写真、を紹介してまいります。はい、池さんの写真、見ていただけましたかね。これいいですね、この写真。まあこれ湿地帯を、これ遊歩道かな、遊歩道と、まあ沼かな、湖かな、構図のバランスもね、非常に良くて、色もいい感じで、撮れておりますね。撮影データがニコマート FT2、ズームニコール 4386 F3.5、富士カラー C200 ですね。これ群馬県ね、赤城山の淵ですね、これね。
まあ写真屋さんで現像して、CD 書き込みサービスを利用したということで、もう1枚の猫じゃらしの方が、ズームニコール 8200F4 富士から C200 ですね。これね、池さんね、その前回も結構いい、モノクロの写真、送っていただきましたけど、今回もいいですね。はい、またまた投稿していただければと思います。はい、次はマグナムさんだったかな。次はマグナムさんの写真を紹介してまいります。マグナムさんはね、これね、ソフトフォーカス、ソフトフォーカスのモードなのかな、これ。富士 XT10、クラシッククロームというフィルムシミュレーション、で撮った、レンズがね、レンズベビー、ベルベット56って、ちょっと私全然知らない、これ調べなきゃいけないな、レンズになるんですけどね。これ撮影場所がね、私もよく寄る、星の王子様っていうパーキングエリア、寄りっていうパーキングエリアがあるんですけど、ここね、なかなかメルヘンチックにね、施設を作っておりまして、なかなか写真が撮れるパーキングなんですけど、これソフトフォーカスいいですね。僕ソフトフォーカスやったことがないんですよ。これメルヘンチックに、場所でメルヘンチックに撮れてますね。これもうドンピシャですね。はい、ちょっと勉強させていただきました。これいい写真だと思います。はい、次がね、夢旅人さん、夢旅人さんっていうものかな、夢旅人さんっていうものかな。はい、の写真を、紹介させていただきます。はい、夢旅人さんの写真を、見ていただきました。まあ、この写真ですけどね、EOS M 初期型で、撮られているっていうことなんですけども、そのフィルム用のレンズ、2880で撮ってるということで、程よく解像度が抑えられてね、いい感じで撮れております。あんまりね、バキバキに、デジタル、これ特にミラーレス機ですから、バキバキに改造しすぎるのもあんまり好きじゃないんで、これいい感じでね、自然に撮れてると思います。機械本だったらね、バキバキに改造するのもいいんでしょうけど、こういうね、自然な風景を撮るにはね、そこまで解像度はいらないという感じもしますんでね、これいい感じで撮れてますね。はい、もう一枚のね写真、もう一枚の写真がね、これ古いカメラでカシオのね、なんだっけ、カシオ EXFR10 っていうね、カメラで撮られて、これもうカシオはね、今もうカメラやってないんですよね。で、こんな面白い形したカメラ見えるかな、こんなカメラらしいです。この面白いカメラで撮られてるですね。モノクロモードで、撮られておりまして、こう自然な感じで撮れてますね。これいい感じで撮れてます。はい、次が落合さんの写真を紹介してまいります。はい、落合さんの写真ね、こんな感じで、だんだんバッテリーがちょっと足んなくなって、こんな感じの写真でね、自然に写ってますけど、これもね、オールドコンデジですね。コニカミノルタ、コニカミノルタのね、ディメージ XG、これいつのカメラかな、2003年ぐらいのカメラなのかな、ちょっとはっきり分かんないんですけども、
じゃあ2004年2月発売のカメラらしいです、こんなカメラですね。もうこの当時はね、その各メーカーはね、いろんな形のね、いろんな機能がついたコンデジをね、バンバン売ってた時代ですね。いい時代だったですよ。はい、結構ね、いい感じで撮れてますね。オールドコンデジ侮れませんね。僕もオールドコンデジ使ってますけど、まだ、写真公開してないんですけど、その写真公開していこうと思ってますけど、はい、次はね、ミッシェルさんの写真、を紹介してまいります。ミッシェルさんの写真、まあこの写真なんですけど、イケノン、このレンズですね、このレンズで撮った、写真ということです、ペンタックスの MX だったかな、で、今回ねレンズをいただいたんですけど、予備を持っていたということでね、本当にね助かります。このレンズすごくいいと思います。この今回のね作例もね、作品も、非常にもバキバキに改造してますね。もう素晴らしい改造だと思います。で、もう1枚の、ね、方はね、ちょっとこっちにダウンロードしてないんだけど、これ α7-3 かな、 α7-3 に、リケノンをつけて、撮影した写真になるんですけど、これもねなかなかいい写りしてますね。当日の天気がもう一つだったような色はしてますけど、やっぱりね解像度高いですね。このレンズいいですね。うん、素晴らしいと思います。はい、次が小寺さんか、小寺さんの写真を紹介してまいります。はい、小寺さんの写真ですけどね、イベント大名行列っていうね、写真、イベントなんですけど、これちょっともうちょっと露出を落とそう、よーっと、この写真なんですけどね、なんでこの写真をね注目してるかというと、これすごい好きな写真なんです。何が好きかというと、それは女の人も綺麗に写ってるんですけど、この人この人が見てるでしょ、こういう写真僕大好きなんですよね。ちょっとひねりがあって面白いじゃないですか。なんかタイトルになりそうです。この人のおかげでタイトルになりそうですよ。ああ綺麗だなとかね、もうここに吹き出しをつけたくなるような、いい写真になってます。はい、撮影機材がねオリンパスの OM-1 欲しいな。 OM-1 今日もねカメラの何話で、OM-1 じゃなくて M-1 ですけどね、まあ OM-1 と基本的には一緒なんですけど、 M-1 がね 24,800円で、50mm の F1.4 付きで売ってました。もうまあ安いのかな、でも 手が届く値段じゃないですね。随行ねオリンパスのね一眼ね全部高いんですよね。なかなかね、もうやっとの思いでね OM10、3570、こいつですねを買って今試写してますけど、 50mmF1.8 もね綺麗に分解して、掃除できたらいいんですよね。ちょっと話し合った脱線しましたけど、オリンパス OM1、フィルムが、富士の記録用の100ですね、レンズはね随行 M4 とズーム3570だから多分これと同じかな、ちょっと違うのかな、3.6 多分一緒ですね。まあいい写りしてますねこれ。僕の写真もちょっと期待しようかなと思ってます。今ねちょっとケントメア100っていうモノクロのフィルムで撮ってますけど、そのうちカラーも使おうかな。まあ今日のね動画はねそんな感じになってまいります。写真、視聴者様の写真、
随時受付しております。1回につき2枚まで、ツイッターの、DM から送ってくださいね。通常のとこから送るとね、流れちゃってどこに行ったか分かんなくなるので、DM ダイレクトメールから送ってください。私のアカウント、中年オタッキーでね、ツイッターで中年オタッキーを検索するとすぐ出てくると思います。でフォローしていただいて、もういきなり DM 送っちゃって構いません。そしたらね、こちらにね、リクエストっていうのが届いて、受領できるようになりますんでね。そんなわけで、まだまだ視聴者様の写真、募集しております。デジタルフィルム問いません。デジタルはデジタルの良さがあり、フィルムにはフィルムの良さがあります。その良さをね、うまいこと引き出すことを考えて、フィルムならね、そのナチュラルな表現がいいですし、デジタルならね、過酷な条件でも撮れる特性を生かすとか、そういう、いろんな、その特性を利用していい写真を、撮るというのがいいと思います。はい、今日の動画はこんな感じですけど、次の動画、あれ何に行く予定だったのか次の動画、次の動画のことを考えてなかった。とりあえずね、EOS55、で、デジタル時代のレンズをフィルムで撮ってどうなるかっていうのもあれですし、リコーンのキャディのね、写真もね、とりあえず撮り上がったんですね。で、現像してみてどうなるかもわかんないですし、もしかしたらね、ライブで行った、技術的なお話に行くかもしれないですし、ただの雑談で終わるかもしれないです。来週の動画はね、そんな感じです。まだこの辺にね、カメラマークのチャンネル登録ボタン出てきますんで、まだチャンネル登録してないって方はね、ブックマークとかからね、来るよりね、通知とかも来ますんで、便利なんで、もしね、まだアカウント作ってない人は、YouTube のアカウント作って、ぜひぜひチャンネル登録してください。で、この辺にもね、他の動画が上がってきますんで、お暇な方はお付き合いください。今日はね、長々と最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。次の動画は来週になります。はい。そんなわけで今日は、終了いたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また来週です。